Today's Eye です。健康コーナー Eye on Health、今日からヨガ編をお送りいたします。すっかりエクササイズの定番として定着しているヨガ。でも難しいポーズが多いという印象が強く、始めるのに二の足を踏んでいる方も多いのではないでしょうか。そこで今回は誰にでも簡単にできる基礎中の基礎ばかりを集めた基礎ヨガ編をお送りいたします。健康促進、ボディメイキングのほか、リラックス、精神の統一など心にも体にも多くの効果があることで、今や不動の人気を確立しているヨガ。そんなヨガを気楽に始めるための今回のヨガレッスンの講師をしてもらうのが、日本で3年間ヨガのインストラクターを務め、テレビ、コマーシャル、広告出演などマルチな活動を続けてきた加藤野沙織さんです。おはようございます。ヨガは体を鍛えるだけではなく、心を落ち着かせる精神安定効果も期待できます。ヨガを行って生き生きとした体を手に入れて、暑い夏を乗り切りましょう。さて、レッスンの前に忘れてはいけないヨガを行う際の注意点です。食後2時間以内や入浴前後にヨガを行うのは控えましょう。体調が良くない時に無理をするのもやめてください。妊娠中や持病を持っている方は医師に相談しながら行ってくださいね。そしてヨガで大切なのが、まず呼吸。鼻で深く呼吸することを心がけて動作を行うと、リラックスして精神安定効果が得られ、また使っている筋肉を意識しながらポーズをとることで、より引き締め効果もあるんだそうです。では、せっかくの晴天のニューヨーク FCI の屋上で、夏の暑さに負けない体になるヨガのレッスンを始めましょう。今日はヨガの出発点、美しい姿勢を手に入れる2つのポーズから教えてもらいます。まずは足腰の疲れやむくみを取る効果もある背中を伸ばすポーズです。足を伸ばして座るこの姿勢を行ってください。この時に背中が丸まってしまったり、また前のめりにならないようにですね、しっかりまっすぐな背中を作って、頭頂天から1本の糸で引っ張られるイメージです。背中が床と90度になるように座り、つま先をしっかり上に向けてください。この姿勢が辛い時は少し膝を曲げても OK です。手をお尻の横に置いて背中ぐーっと伸ばしましょう。それでは次の吸う息でゆっくり両手を大きく外側から持ち上げましょう。肩上がらないように注意。吐き出しながらゆっくり手を前に出して、人差し指と中指で足の親指を外側から掴んでいきましょう。この時、手が足に届かない方はタオルを使っても大丈夫です。背中をまっすぐ伸ばしていきましょう。胸を開いていきます。吐き出しながらゆっくりとお腹と太ももが近づくように体を前に倒しましょう。無理をして痛いところまで体を倒したりせず、自分のペースで行ってください。この状態で呼吸を何回か繰り返します。背中を伸ばすことと丁寧に呼吸を続けることを心がけてください。それでは吸いながらゆっくり体を戻していきましょう。タオル外して大丈夫です。吐き出して背中を丸めてリラックスです。次に肩をほぐし、お腹、背中、ヒップの引き締め効果もあるラクダのポーズ。まずは膝を腰幅程度に開いて膝立ちになってください。膝からつま先は平行になるようにし、膝が痛かったらタオルを敷いても OK です。手を腰に置いていきましょう。背中をまっすぐな状態にしていきます。吸いながら胸を大きく広げて、目線を斜め上に持ち上げて背中を反らしていきましょう。後ろから手で押しながら腰を前に突き出すように背中を少しずつ反らしてください。この時も痛いところまで行うのは厳禁。自分のペースでいけるところまで行き、その状態で呼吸を何回か繰り返してください。ゆっくりと吐きながら上体を戻して、手を離してお尻をかかとの上に置いて、次の吐く息で背中を丸めてリラックスです。では、先生のお手本とともに今日のポーズを復習しましょう。まずは背中を伸ばすポーズ。手が足に届かなかったらタオルを使い、辛かったら膝を少し曲げます。体を前に倒すことよりも背中を伸ばすことの方を意識してください。できるようになったら膝をしっかり伸ばして行うと、足の後ろ側全体が伸びて足のむくみを取る効果もあるそうです。そしてラクダのポーズ。初心者の人はつま先を立ててバランスを取りやすくし、手が腰のままでも十分効果的です。できるようになったら先生のように足の甲を寝かせ、手をかかとにつけてください。今日の動き覚えましたか？お疲れ様でした。いかがだったでしょうか？ヨガは毎日続けることで生き生きとしてエネルギーに満ちた生活を送ることができます。長い時間行わなくて構わないので、ぜひ少しずつ続けてみてください。先生によりますと、ヨガはその人の状況によって行うものなので、具体的に何回やればいいという目安はないんだそうです。ポーズは1回でもいいので、ゆっくり丁寧に行うことが大事なんだそうです。またヨガマットがない人はバスタオルを敷いたり絨毯の上などでやってもいいそうですよ。番組ホームページ内の Today's i プラスでも今日ご紹介したポーズやその効果を復習することができます。来週は集中力を養い、二の腕や太ももなどの引き締め効果もあるバランスをとるポーズをご紹介します。